ありがとうございました指は本当に心配させてしまってごめんなさいただ打って結構ひどい内出血になっちゃったっていうだけです心配してくれてありがとう二日間お話しして楽しかったです本当になんか私は 先月コロナになっちゃってお話し会もうすごい前日意気込んで「やったお話し会だぜって言って喜んであのウッキウキだったのにちょっと参加できなくなっちゃって寂しかったのでやっとようやくみんなに会えてお話できてアフリカへもね多分近いうちに出ると思います。 さ今日も靴さ一回も靴ずれしたことなかったのにさ珍しく靴ずれしましたこの時期ってさサンダル履くからいっつも靴ずれします靴ずれしたか今ヒリヒリしてるシいが動いた走った 今日あね、二日に残り久しぶりだった今日そもそもあの学校からのお話し会で六部からやったんですけど六部もう本当にカツカツギリギリで滑り込みしたらあの行けますって,ってでもこの日に絶対振り返したいから みんなもさこの日に合わせて撮ってくれてるからできるもんだったらここで絶対やりたいっていう思いがあったから18にやりたいと思って頑張って詰め詰めでいけばいけるなと思ったからやったら <laughs> こんなに時間なく会場到着するの。 初めてだったからそう,うバタバタだったこの昨日この点もうちょっと重症だったんですけどあの話し会に保健室の方に「明日明日も,っかいもう一回巻いてあげるね」って言っていただいたから「あ店に行かなきゃ!」と思って「やばい!」 髪の毛とかももう一回娘がバサバサになっちゃったとかメイクヨレヨレのとこちょっと直さなきゃと口塗ってないとかお弁当選びたいとか <laughs> 全てのことを15分以内でしなきゃいけなくてそのガーゼ取った時に一回ちゃんと綺麗に手を洗ってからもう一回。 閉じるって、まあ、そうしないと、うんじゃうから。あ、待って、薬飲んでない。薬飲んでいい。薬だけ飲ませて、ちょんまげ。だから、そんな感じだったんで。それ全部十五分。 さえてであの、お世話司会も自分でお水持ってったりとかイヤホン持ってったりとかあのーこう、手術をね、しっかりしなきゃいけないからあっ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 もう開けかけたやつが飛んだのかな開けかけたやつ飛んでなかっただから 持ちけのアミンタイム <laughs>。すみませんこれなん,なんていうのこのう産むやつを止めるやつじゃなくてこれは痛みとでもなんか再生がなんだろうと思ってたのこのクセプロフンとあとは。 胃が弱っちゃうからそれ胃を弱,らっ弱っちゃうのをどうにかする薬って言われました空腹時の服用は避けてくださいって空腹じゃない痛み止めですこれロキソプロフェンはコロナの時にもお世話になりましたけどずっと今月はずっとロキソプロフェン そうなんでま先月の末から <laughs> 体が慣れちゃいそうですよね甘酢と同じ薬を飲んでたらって言いますよね汎用性高いですね私はあああよくわかったねロキソニンとレパミン p ビとレパレバ レバミピド錠です。カプチン、ラキスプロフェン、有能なんでも。前は熱下げるために出されて、今回は痛み。 あるあるなんだ。じゃあ、ああるあるを出されました <laughs>。あ、やっぱロキソニンだんだん効かなくなるんだ。これいつまでつけるのか。二三日って言われた。二三日ぐらいこれやって。なんでこれぐらい分厚くしてるのか。 って言われたら結構今なんかボーンとかでボーンってやったらもう死ぬほど痛いわけこうなんかボーンってやって痛いのがちょっと薄くなってきたらばんそこうにしていいよって言われたそう胃薬って感じ この状態でちょっとマイクがねこうなっちゃうからさすがに仙台の時にはねバンそこにしたいなぁとは思ってます。マイクはそう今左だとすごい持ちづらいからカラーズとかは逆にね別に右手マイクでも問題ないけど。 普段のエ k ビとかだとさ踊ったりするのが全部ね右手で踊るから不便だからちょっとどうにいいかズダシックは持ちますよ右手で <laughs> ダうんそうなんだよね私そのうんズダシック。 太っっちゃってなんかコロ,コロナで痩せて調子乗って食べまくってたら太っちゃったからあのー、頑張って痩せたい元に戻したいんですけどそ,そんなこと言ってる時にずんだシェイクとか飲んでらんないからずんだシェイクを飲むために頑張ります。 結局でもね、何かしらつけるともう、う、この、こんなに分厚くだとマイク持ちづらいけどなんだって色がねなんか本当になんかブラックホールというかどす黒ろ色になっちゃってるからちょっと見た目が恐ろしいぐらいに怖いそう意外に食べてますよ。 ツイッターに載せて写っちゃってた時の爪の爪がレベル2ってぐらい今はレベル35って感じ色味的に摘んだ生クリーム大福だって美味しそうマニキュアとかね あれだけどもう真っ黒塗らないといけないからちょっとそれはあれだから結構みんなびっくりしちゃうから何かしらはすると思いますだってあの時ってまだ半分ぐらいまでしか来てなかったくないですかこれぐらいこれぐらいだったしこれぐらいまでしか来てなかったし色もほらちょっと見えるんじゃない ちょっとと見えてると思うけどこれで色がこの辺から隙間から色伝わる伝わらないかけど半分ぐらいまでしかやってなかったし色も青黒いって感じだったの。 でここのねここの間もうブワーって黒に詰まっちゃって爪が上がっちゃってって感じだからなんか今は生まないように海みにならないように気をつけてます。 とかそれでなんか結構怪我しちゃったから「はあ」って悲しいなーっていう気持ちだったんだけどで包帯もぐるぐる巻きになっちゃって「はあ」って思ってた時に奈々さんに会ってで奈々さんに爪のお話ししてた気がして「こうなっちゃいました」って話ししたら奈々さんがなんか意外とこう。 包帯をしてる女の子とか眼帯をしてる女の子が好きって言っててなんか多分なんかそれ痛め痛んかこう痛めつけてる子が好きみたいなそういうのじゃなくてなんだろうな多分そういう好みみたいなちょっとよくわかんないけどらしくて。 そういるじゃないですかなんかでもみんなもそうじゃないですか眼帯好きな人そうそれでそう何ださんさそう言ってくれてで写真撮ってくれたんですよそう 私はなんかもうこれはもう本当に辛いっていうか悲しいし色も黒いしなんかもう治るの半年かかるしあエヴァなるほどね。えかわいいな自分でできたらそうかわいいって自撮り送ってきたりするの 言ってくれて写真撮ってくれて言った時にあなんか怪我ってさあんまいいイメージなかったわけ怪我だからやっぱりでもなんかそういう一定数の人になんかはあこういうのも好きなんだってなって <laughs> なんか。 嬉しくなりましたそうちょっとやったって気持ちになんもちろんめっちゃ心配してくれたけどねナナさん怪我したことはすごい心配してくれた上で しないな怪我はしないのが一番だけどまあしちゃったからしちゃった事実は変わらないけどそれでああってマイナスな気持ちしかなかったけどなんかそうそれ明るくなんか前向きに捉えてくれる人に出会えて元気になりました。 っっていうのがあったからだから今日はあの本当に昨日とかそうだったんだけどヘアアイロンが難しくてやりづらくて全然できないからバサバサになっちゃうから結んじゃえと思って結んだ方が楽って思って。 結んだらそれはそれで結構あの評判が今日よくてそいつい狙ってこの髪型をしたわけじゃなくてただ単に怪我して髪の毛綺麗にしづらいから結んじゃったっていう。 だけだったんだけど意外とそういうのも今日ラッキーって感じだったからお風呂は普通に外して普通に入りますよこれもまあねレアだったかなって感じですまたすぐ切っちゃうんであんまりしみないです 1>, ほんと1ミリ以下ぐらいしか穴開いてないから私でも最近お風呂入る時あまあでもお風呂疲かれないんですけどシャワーだけなんだけどなんかあのお風呂に涼しい風が出てくる機能があるんですよで夏はいっつもそれつけて入るのだからその出てくるところにこうやってやって。 <laughs> こうやってかざして冷ましながらあんまりこう熱こもらないようにこうやって冷やしながら風をこうやって浴びせながら入りました浴室乾燥みたいな感じの冷たい風が出るやつです冬は暖房 つけるみたいなそういうやつの一環でそうそれでやって夏はもうただでさ、ね、元気だったとしてもさもう,もうシャワーにあ,あの普通に浸かるなんか。 もう暑すぎてシャワーだけだとしても,も空気こもるじゃないですか熱風でだから「暑い暑い!」ってなるからそう「お湯はねダメ」って言われた「あの腫れてきちゃうよ」ってまた血たまって腫れたりするから「ダメね」って言われました 筋トレはしますよ筋トレは腕の腕に負担がかからない範囲でやりますちょっとしんどいな腕痛いなーって思って腕っていうかま爪痛いなーって思った柔やらかめにするけどでもちょっとやりますよ失われた失われた腹筋がそんなすぐ戻ってこないけどさでも なんかちょっとでもちょっとずつぽよぽよにならないように結構よくしすぎちゃいけないのそれもさ私さっきさツイッター見ててさ「キハチ」「キハチカフェ」ってなんか結構。 な何店舗かあるカフェがあるらしいんですけどそこで桃ヘアやってて有名ですかキハチカフェってすごい美味しそうだった桃のミルフィーユとか,なんか桃のパフェとかいっぱいあって桃ってなったキハチ有名なんだめっちゃいろんなとこにある。 日比谷とかにもあるし青山が本店かなみたいなうんとこ有名なんだ関西とかにもあるのかな関東以外にもあるのかな有名なんだったらいろんなとこにありそう あそこのモフェアみたいなのがあっておいしそうってなったあかんさやないんだ関東だけ展開されてんのかなおいしそうだったあれ大阪のアルハもいるでもなんかこう最近はモ 桃のコラボがいいっっぱいあって桃のパンケーキも気になるしなんかこの前なんか,かき氷も見てて美味しそうってだしなってたしんか最近丸ごと桃をやってパカって割ったらなんかクリーム入ってるみたいなケーキみたいの流行ってて。 るのか,ななんかそういうのがあってそういうのも美味しそうあーでもこの時期マンゴー美味しいですよねこの前それこそママのお誕生日祝いの時の地元のケーキ屋さんでケーキ食べた時はマンゴータルトですごい美味しかったですもうね旬だもんね マンゴーは、あの、マンゴー好きかもって思ったのは、その療養期間にママが、ヨーグルトにアップルマンゴー、セブンイレブンのアップルマンゴーっていう冷凍のアップルマンゴーがあるんですけど、それを入れてくれたんですよ。それがめっちゃおいしくて、マンゴーおいしいかもってなりました。自分のアップルマンゴー、超おいしい。 ハロハロのマンゴー絶対美味しい。うわー、ハロハロ食べたい。で最近フルーツ大福、もうなんか、も名前だけで美味しい。ヨーグルトとアップルマンゴーの組み合わせがもう最高に合う。 でも私ヨーグルトは基本的にきな粉と蜂蜜みつ派 <laughs> いつもきな粉と蜂蜜で食べるけどそ,その時はママが結構ヨーグルトにはフルーツ入れる派でももの缶詰みたいなみかんの缶詰とか入れたりする人なんだけどそうだから全部療養期間って私が一切そう食事できなかったからってもらってていつも私は先に。 アップルマンゴーとかみかんだけ食べて自分の部屋に全部置いてたのきな粉とかそういうのでそのアップルマンゴーとかの上に蜂蜜がかかってたからその蜂蜜ヨーグルトにはなったのそのアップルマンゴーがなくなってその上にきな粉やって <laughs> で2度おいしいみたいな食べ方してた。 美味しいでも最近ヨーグルトプロテインのギリシャヨーグルトが品切れおうちにから今切らしてしまっててない。な,んなら焼き芋焼き芋じゃない深しいもも切らしちゃったんですよ深しいもって作るのにすごい時間かかって玄米モードで2時間ぐらいかかるんですよ かつ炊飯器が開いてないとできないからなかなか機会がなくてこういうふうに今日みたいに持ち帰ってきたからやるってなると今日だったら11時から回しとけば、ね、1時とかにはできるけどそうだから明日はあもう一回最後にも言うけど明日朝配信するんですよ朝7時45分からするですけど。 その時は朝ごはん配信するんだけど。ちょっと前もじゃないんです。明日。私のそう、私の炊飯器は玄米モードだと2時間かかっちゃう。冷やすの美味しいです。よ私、逆にあんま高いのよりも不可。思議ものだった。冷やしてる方が好きだから、解凍しすぎたら一回冷蔵庫で冷やすぐらい。 起きなきゃーだって <laughs> 無理しないでね全然寝てください今日もだって遅くまで配信するから起きたら見るって感じで大丈夫ですよだから私がよく普段食べてるもの食べます まだ寝てるでも私も普段七7時45分は寝てるよ私大体起きるのは朝8時大体は夜1時に寝て朝8時に起きて7時間これが理想朝はねみんなもバタバタしてると思うから全然見れたら。 で大丈夫そっか7時45分でもお仕事始まってるのかみんな早8時9時とかじゃないのお仕事の開始って8時8時とかに始めちゃうの 1>, 1時だともう寝れない何時に起きているの時20分え8時なんだ。9時半もいる始めた時ああ、まあ、テレワークの人とか自由か結構。あ7時 無事人によってっ違うんだねでもさすがに奈未はそれ以上早くしたら眠くて眠くて <laughs> ねえみんな朝そう私も同じ気持ちみんな朝早いの汗汗って同じこと思ってる今えそう あのここからさここからむくっときてピッてやったらさそれはなんかまあ7時ぐらいでもいけるけどさでもさすがになーって感じなんでそんなむくっときてピッてやったらとんでもない形相のなんか意味わからない人が現れてしまうので。 うん、明日は朝一回やります夜がちょっと終わりが遅くてちょっと遅くなっちゃうのでそうだから明日とあとね 水曜日またはそっか今の期間ってさギフト飛んじゃうんだよねあ本ほんとだ言ってくれてありがとうあのちょっと気づかないこと多いと思うから言ってくださいもうなんか。 タワーなくなっちゃったの悲しい。わかんなくなっちゃう。ほんと見逃しちゃうからお知らせしてくれるのめっちゃありがたい。ありがとう。 松田聖子さんありがとうあ出たなんか懐かしい覚えてるあれでしょタワー一本ポンってやるよりもさ 待待って待っててまた来た松田聖子さんそれ1,000円じゃないんだから1,000円じゃないのよそれ十万じゃ10万ウォンですよ 十万、<laughs> 1万もんじゃないんだよ。<laughs> びっくりありがとうでも。 松田聖子さんありがとうそうこれで松田聖子って読みますありがとうございます本当皆さんギフト全然無理しないでくださいなんか楽しかったら <experiences> ちょ,ちょ,ちょ,ちょっと待って <laughs> 大丈夫これで松田聖子さんこ,こうやってやったら「燃やし生活になっちゃった」ってっどうするのこれ松田聖子さん絶対おいしいもの食べてねこれでおいしいもの食べてくださいねちゃんとちゃんとご飯食べてくださいね。 すだせいこさ、パンもごっそ。でもやしも万能ですよ。もやしは。あの、めちゃめちゃかさ増しに使えるの。で。もやしを。バキバキ。私はもやしかお豆腐。 だけどオートミールって 30g だけだからまあ言って少ないわけ結構見た目的にはボリュームは結構しっかりあるんだけど食べるとでも私みたいに早,く早食いの人は 30g なんてもう秒でなくなっちゃうわけだからそういう時に毎週バキバキにして食感足したりとかお豆腐入れてちょっとかさ増しとかあと卵の。 卵白だけ入れて、一緒にオートミールを米化するレンジに入れたりするとそうか。そう。もやしね、そうね。二十円ぐらい耐えるきと、四十円ぐらいする時あるから。 からねもやしもね美味しいですうちもやし好きそうなんかこうもやし炒めとかにしても美味しいけどそういうなんかお米代わりお米のかさましみたいなでも使えるあんまもやし自体に味がないから邪魔しないもやし自体の味が。 オートミールでオムライス作る時はよくもやしあそう焼きそばに入れてとかねそうそう松田聖子さんありがとうくまっかんぱみだいや納豆はク強いんじゃないネバネバしちゃうよ ほうやた方がいいよあペコーってしてるペコーってこんの,のめり込んでやってるぐらいペコーしてるありがとうちゃんと美味しいご飯食べてねもやしのえもやしのえなんかなんか難しいこと言うねもやし19円安いね でも安いとこだったらそれぐらいでまだ売ってるんじゃないうんこんばんはこんばんは。こんばんは もやしレシピ配信は私だからほんとお米のかさ増しでしか使わないからなもやしってあとはまあでもスープに入れたりとかでもめちゃちゃ万能じゃないめちゃくちゃ万能ですよナムル煮茶も美味しいし私はでももやしは28円の時にしか買わない 48円とかだとちょっと一瞬止まる38円あ四48円見たことない38円かこの前そのさつまいも買いに行った時にもやし見た時に38円だったからはい早いあ高いと思ってやめちゃったさ,さつまいももさ一時期ねもうなんかスーパー私のお気に入りのスーパーからなくなりかけて。 うわやばと思ってさつまいも時期終わるって思ったのにそうもやしねマジで賞味期限早いよもう、ね、がっつりそう一袋のオムライスオートミールのオムライスやるときはもう半分ぐらい使う機会で バキ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 ,バキ,バキ,バキ50円ぐらいのもやしめっちゃお金持ちじゃん私自分で買ったら2袋買えるよ今日のお肉かわいかったありがとう今日のお肉まで着てるんだ だから明日の朝の配信で私が朝ごはん何を持ってくるかっていうえみじん切りじゃないよそんなめんどくさいことして私も手手 <laughs> こうボールなんていうかごみたいなの入れてで水で洗うじゃんでそ,そこのところもうガシ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 って潰す手で。 <laughs> 予想してる <laughs> 本当にそれが出てくるのでしょうかそこれ2回あるか明日とあさってと佐々木ラジオで「あぜひ聞いてほしいめっちゃ面白かったから私じゃないんだけど今日佐々木ラジオの「 ゲスト鈴葉が出てるやつ今日ズッキー暴露だったんだズッキーの暴露めっちゃ面白いよ <laughs> えっ、ー、ってなったから <laughs> 嘘でしょってそれ気づかなかったのってなるお話をズッキーがしてるのでぜひ聞いてください納豆は毎日食べてないですあの毎日食べすぎるとあの下っ腹ポッコリするって。 ツイッターの見たツイッターで見たからヒ <laughs> ーってなってえそう私と私のえあれだよね最近見に行った舞台の話だよねきっとぜひ聞いてほしい 面白いからズッキーのね天然感が炸裂してるえツイッターはいろんな情報を教えてくれますからねあそうそうああネタバレしたらダメだよみんなみんな,みんないやいや聞いてほしいから <laughs> ぜひ聞いてください気になる人は。 秘密で,すだから <laughs> でもまあちょいちょい情報出す分にはね見たくなる聞きたくなるから確信づくところまで言わなかったら大丈夫。 天然ズッキーは今日もズッキーに「やっほー」ってだけした結構席が遠いお話し会の部も昨日と今日は全然合わなくてお休みの時間が私が2部からの時は結構合うお休みの時タイミングも一緒なんだけど3部からの日は 一緒じゃないから、えー、でも最近はね今日もそうなんですけどなんか変な時間にお昼ご飯食べるんじゃなくてちゃんとご飯の時間に食べるようにしてますあっさっき美桜さん珍しかったと思ういやでもね近いことは結構よくあるなんか前だったらその5時15分 に終わってそっから30分空くんですよ17時45分次が。ってなって前だったらそこで夜ご飯食べてたんだけどそこで食べたら絶対お腹かすいちゃうんですよその後って思ってだからその後七7時前ぐらいの食べました。15分ぐらいインターバルがあるところで。 食べた並び順はちゃんと決まってますけどでもまあ,あのチームごととかじゃないえ。そう15分でもねやっぱね15分とか。 10分とかでどうしても食べなきゃいけないことが多いどうしてもこういう感じになると急いで食べてで準備してとかになったりするから仕方ないですこういう時は今日も美味しかったです夜ご飯 から早食いの癖ついちゃうんですよ早食いの癖つくのよくないって分かってるんだけどお弁当おいしかったよなんで知ってんのあみんなメンバーが載せるからかのり弁食べましたのり弁だったんだけどさもう美味しすぎてねのり弁って美味しいですよねおかかの上にのりくっついて、うん、最高ですよあこんなこと言うとお腹すくね だって今何時 ?11 時とかでしょえ、待って !23 時52分やばいじゃんえ、もうそんな時間なのあっという間に1時間。のり弁当おいしいよね。かかおかかが好き。 次の曲で見たい、時の流れは早いものでって。はい、壇上は、じゃ、じゃ、五十七分ぐらいに読みますね、ちょっと。あまりにも早く読み上げちゃう、ちょっとかわいそう、もしランキング結構柄とかあったら、かわいそうなんで。で ひなさん、ひなさん、明日の準備か。ひなさんといえばね、今日ね、ひなさんにすれ違ったの。で、私が、疲スカレー,ター乗ろうとしてて。ひなさん降りてきてて。で、降りてきて。で、たぶんひなさん終わったタイミングかなんか、私が向かうタイミング。で、私も、もう時間なかったからさっき言った通り15分で準備しなきゃいけなかったから、もうすごいぞ、言って。だからもう公園のなんでたんだけど、ひなさんに行ったひなさんってなって。っってってで、私、 ひなさんってすごい「ラブライブ!」のことすごい好きででこのツイッターでも何かやり取りしてたんだけど「あのそうラブライブ発しよう」みたいな話だからやっと見つけたーと思ってで「あヒラさん!」って思ったんだけど私も人が聞けないしでなんかとりあえずなんかスーパースターをもう見たことを言いたくて「あ見ましたー!」って言ったらヒラさんがなんかなんか,なんか返してくれてるんだけど何言ってるかマジで分かんなくてでもなんか「ライブ見る!」 た感じのこと言っててでも1ミリも何言ってたのかね聞こえなかった <laughs> でもなんかそれに合わせて私もなんかなんかよく分からないこと言って <laughs>。 会話できなかったんだけどでもなんかすごいその時間が楽しかったなんか意味わかんなかったけど誰もいなかったよ <laughs> そうなんかとりあえずそのすごい楽しかったんですその1話が1話すごい良くてその多分ひななさんもきっとすごい1話良かったよねっていうなんか空気は出てた 何言ってるか聞き取れなかったけど多分ひなのさんもテンション爆上げなんだろうなってことだけはすごい伝わったから楽しかった。早くまともに喋りたいけどね。 えサホさんも絶対見てるよなんサホさんがそもそもおすすめしてくれたんですよ私「スーパースター」ずっと見てなかった今やってるのはその4つ目の「スーパースター」ってやつなんですけど私ずっと見てなくてちょっと置いてたんですよ他のシリーズの2期がやってたからちょっとなんか混ぜたらごっちゃになるなと思ってそれが終わるのをずっと待ってた待ってたっていうかそれを全部見終わってから新しいの見ようって思ったから。 その時にまあ何か見てないんですって言った時にすごいサホさんがおすすめしてくれたからそう面白かったって話もしたいんだけどそれ昨日サホさんあったんだけどサホさんなんか浴衣着ててサホさんがねそれは可愛すぎてそっちの話しちゃっただからまたお話できたらいいなでもサホさんはまた あの、カラーズでで一緒なんですよだから言えると思うだしまあきっとひなのさんもまたお話し会ね近いうちにあるから会えるんじゃないかなーって思ってるのでチーム違うとそう、なかなかメンバーに会えないんですけどそう早くお話ししたい サゴさんにおすすめしてくださってありがとうございますっ伝えたいめっちゃあ五十七分お知らせしてくれてありがとう波ミンって言ってくれるよ波ミンだよずっとじゃあランキングの方読みますね私お腹空いてきた ラッキー五十七位は、土星さんです。土星さん。土星さん。そして、壇上十三位佐藤道広さん、十二位すぐるさん。十一位スケイさん。十位チョコミントリスさん。九位星がいっぱいだーさん。八位イルカちゃん。七位フーミンさん。六位主任さん。五位アルパカさん。四位レフティサポさん。三位デーマンさん。二位りょうさん。そして、一位は松田聖子さんです。 美味しいもの食べてね。<laughs> はい、ということであ五57年おめでとう。ラッキー。あの何も触れてこなかったんですけど今日からねショールームイベントが始まったのでここから8月3日までは毎日本当にどうしてもできない時って出てくるのかもしれないけどもでも。 何かせいで時間を作って8月3日までは毎日配信したいなと思っていますはい前日までは前日までには朝やるか夜やるかっていうのは絶対出せます夜やる時はちょっと細かい時間は翌日になっちゃうと思うんですけど朝の時はだいたい7時45分か8時 どっちかです気持ち短めに見せて1時間ちゃんとしますっていう感じなのでやっぱりそうふだの夜の配信がそのまま朝に来ちゃうよーってです朝でもそんななんか大して豪勢なものを食べてるわけじゃないのでそんなに。 大切まあ、もしねタイミング合わせられたら一緒にご飯食べたりとか、まあ、通勤途中とかねあの準備とか、まあ、そもそもお仕事中って方もいると思うのでぜひ無理しないで見れる時に見てくれたらなと思いますやばい時間やばいキャッチレーしようかあなたのハートを吸ンしたいいつも全力なみ2日間お話しかありがとねあと何分ぐらいあるんだろう59秒59秒じゃない59分ちょっと待って何秒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 ,何秒 分何秒あっ 53! あ三ありがとうじゃあ明日7時45分に会いましょうバイバーイあ意外とあるあ切れない